大丈夫かな、これいけるかな。バーリファーストテイク見た。こんな人とかこんな人とかこんな人とかいっぱいおるんや。音楽っていろいろいろんな種類があってっていう、なんかちょっとこうエモい感じの気持ちになったところから始まります。エモい気持ちと一回もうちょっとどっか行ってと思って動画を撮り始めた次第でございます。ゲロ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 、なんかさ、何色でありますとか何色でございますみたいな、もうケロロ分層多いですね。時代です、時代のあれですね。え、もう一個感じになるかもしらへんなと思って、そんな雰囲気をぶっ壊すためにまず焼酎、北東焼酎です、私の大好きな。で、あの大好きなソーダストリームを使って、はい、いただきます。冷蔵庫の余り物で、私はオリーブオイルと塩と胡椒をつけるっていう戦闘力しかないので、いろんなキノコと小松菜とをぶち込みました。はい、ということで夜ご飯食べる人一緒に乾杯します。乾杯。この椎茸がやばいね、大丈夫かな。冷蔵保存で2週間って結構怖ない。うん、うん、半個いけるわ。タイトルにも入ったと思うんですけど、4ヶ月前かなにお別れした方に会いました。はい、会ったのが1月の初めの、そうですね、もう新年早々こんな大事件いらんみたいな感じなんですけど、まあそんなことがあってんな。はい、もうなんか私の子供目線がもうこうなってるよな。この心理状態なんなんやろ、自分でも表せん、なんか会いましたねってなっちゃう。もし付き合ったりとかしたりして、それ別れたりとかしたら、みんなは会ったりしますか。いろんな人に聞いたりとかして、会ったりとかしますかとかって、だいたいさ、そのもうやっぱもう会えへんっていう人もおれば、会うってなっても仲いいグループとかがあって、そのメンツにお互いがおるから、なんかそういうので会ったりとかするとかいうのは聞くねんけど、みんなは会ったりしますかね。え、まずその会うまでの私のこの心の糧を聞いてほしいんけど、失恋してすごいなんかもう沼ってそうな感じだったんか、1ヶ月ぐらいすごい未練たらたり沼ったんですよ。会ったりもしたしみたいなとかもあってんけど、あ、もうこれよろしくないなってもうなんか思って、なんかこれ付き合ってないのに気持ち悪いなみたいな、なんなんやろこれみたいな感じになってきて、肩の掛けとか一切なしで、その別れてるからなんかそういう都合のいい関係になってるとかじゃないんけど、まあとりあえずなんかなんやこの気持ち悪い関係はと思って、でもそっからもう会わんくなって、違うことしたらいろいろしようと思って、また新しいこと始めてみたいとか、最近ピラディスとか行ってるんですけど、そういうなんか新しいこと始めたりとかして、もうご飯がほんまに手につかへん。それで結構ふっかるになんかこうなんか遊びに行ったりとか、友達とご飯食べに行ったりとかなんかしたら、なんかもうよし OK みたいな感じの気持ちになっていって、でそうなった時に私も最終 LINE をブロック削除したんですよ。なんかけじめじゃないけど、まあなんか LINE が残ってたら連絡できるし、あってしまいそうやし、環境をそういうのにしようと思って、もう LINE をブロック削除して消したんですよ。でよし新年新しい人になるぞって思ったのに、たまたまその彼の知人に会ってんな。その人の SNS 見たら、え、この人と繋がってるんですかみたいな感じになって、で向こうもえ、その人知ってるんですかみたいな感じになって、それを知って飯行かんみたいな感じで向こうに言われて会ったっていう感じですね。はい、もともとそのさ共通の知人みたいな人がおらんかったからさ、なんか初めてそうやってこうあの知ってる人みたいなのに出会って、もうマジでえーってなってるの。初めもう会わん方がいいと思ったから、どうしようってすごいなって、もうこのままごめん今日で会いてないって言って、もうはぐらかそうか、まあ、でも嫌いになって別れたわけでもないし、過去にそういう経験もないから、会ったらどうなんねやろっていう興味本位で会ってんな。うん、待ち合わせした時もう心臓バックバックがしながら、もうどうしよう、来ます来ます来ます、あもう来ます来ますって思って、もう久しぶり言うてるけど、もう全然もう目も合わせて、もう久しぶりみたいなちょっともうあみたいな感じの、あのテンションで会って、ほんまにさ目でほんまに人のことって分かるよな、マジ目は口ほどに物言ってマジでそういうことやなって、マジでもうずーっと私もうこんな感じだった。なんやなんやな、うんみたいな、初めこう来ますって思ってんけど、喋っていくにつれて最終あれなんか楽しいやんって感じの気持ちになってきて、私も向こうもめっちゃおしゃべりやんか、二人ともそのなんかだんだんおしゃべりが止まらなくなってきて、なんかこれがこれがわーってみたいな感じの、まあ、最初6時間ぐらいずーっとおしゃべりしてて、今日は楽しかったありがとうみたいな、向こうはマジでめっちゃ楽しかったバイバーイみたいな感じで、でもバイバイしていったっていう、その体の関係がマジでほんまになく終わってるから、なんかそのなんやろな、友達みたいな感じがあんねんやっぱし。で私はこんな感じやから、そんなこうなんか夜遅くになっても大人な感じとかも別に出されへんやん、なんかその夜遅くなってきてなんかみたいな感じのそういうのが出されへんからさ、お互いも普通に立派な成人して大人やのに、なんかずっと中学生みたいな感じのね、別れ話の時も変な感じだったよな、そのなんか今後のうちの関係どうしますかみたいな、こういうなんかずっとシビアな話が続いてたわけじゃなくて、ほんまにどうするみたいな感じになってるのに、急にその雰囲気が終わって、急に見たら最近こんなのが何が起きていねーって一回終わって、
どうするうちらみたいな感じのさ私がちょっとちょけちゃうっていうのもあると思うんだけど、まあでもそっからじゃあ次どっか行こうとかってなるわけでもなく、もう会ってないです。新しく好きな人ができるまではまあ思い出すやろな、なんやかんや願すごいなよなよしてるんですよ。忘れなと思いつもなよなよしてるから、なんやかんやその根元に残ってんねん。初めていろんな気持ちになった人やし、そう簡単になんかな、まあ、思い出せろなと思うの。思い出すよな。いやでも私なのすごい単純やから、マジで好きな人急に現れたらもうブーンってほんまに多分記憶飛んでいくと思う。なんか居酒屋で誕生日図鑑みたいな本があって、友達と何やろこれ言いながら見たら、この誕生日の人はこういう性格で何やでこんな傾向があります書いて、その横に友達として相性がいいとか恋愛として相性がいいとかいろいろこう相性がいい人の誕生日みたいなの書いてて、恋愛としての相性がいいっていうところにその人の誕生日があって、だからこれやっぱしとかって思ってんやけど、その下の運命の人って書いてるところに、私は大学時代にもうずっと片思いした人、もう 3,4 年ぐらいもうずっと好きみたいな感じ思って、でも好きやけどその自分がこじらせるぐらいゆえに2人でご飯行こうも一回も言われなくて、そのままピューンと卒業しちゃって、その人の誕生日がその運命の人っていうところに書いてねんか、その瞬間私やっぱし運命の人やんなみたいなその横におった友達がもうなんかもうみたいな感じになってたの。それぐらい多分次好きっていう人が現れたらほんまに多分記憶飛んでいくと思うんですけど、やっぱ次の恋愛に行くまでは何やかんや忘れられへんよな。なあ忘れられへんよな。初めての恋愛をした人ってやっぱ何回何やかんや回数重ねていったら忘れていくんかな。どうですか恋愛の先輩方、私みんなやっぱ忘れていくもんですか。早くそのステップ行きたいな。まあでもこの前あってよかったなと思うな。よかったなっていう言葉が正しいんか分からへんけど、ちょっともう嫌な思い出になっててんか、失恋した直後はなんかその幸せなことばっかなんか思い出してってなったけど、最終だんだんなんか嫌なことばっか思い出していくみたいな感じになっていって、今回会わへんかったらほんまにマジでなんかどっか街中とか出くわしたらうわー思ってブワーってもう多分走って逃げていくぐらい、なんかそういうもう嫌な思い出になりつつあったから。でもこの前会ったらやっぱこういうところなんかすごいやっぱ楽しかったよなとかそういうのを思い出したから懐かしいなという気持ちになったりとかさ、まあ、懐かしいなとは思ったけど、自分はそうやって一度やっぱそうやって恋愛感情が湧いた人と友達に戻れるタイプじゃ絶対ないと思ったから、未練がある時はさ友達でもいいから戻ろう会いたいみたいな、であわよくばあみたいな感じですごい思ったけど、なんかやっぱ一回そういう気持ちになった人には会えみたいなって思うから、なんか変な感情になっちゃう。友達に戻ろうって何ていうか、もうなんか友達じゃないやん。私はそのもう純度100みたいな気持ちで友達に戻ろうとは思わへんな。今自分に対してのその恋愛に対してのなんかそういう気持ちがなんか今ないようわからんごちゃごちゃした感じやねんな。なんか別に前も言ったけど、まあ、めっちゃ恋愛したいみたいな気持ちでもないねんか。ごめん、なんかちょっと臭いうさん臭い感じになるかもしれないけど、自分のことちょっといろいろ頑張りたいみたいな感じやねん。自分磨き頑張りたいとか、なんかちょっと新しいこと勉強したいとかさ、なんかそういう感じの気持ちやねんけど、でもたまに月1とかでもいいからなんかその男の子と、まあ、デートしたいみたいな、そういうさそういう気持ちはあんねんの。周りがこの前も久しぶりに友達とかあったら、なんか婚約してんとかさ、やっぱ結婚を考えるとか、なんかそういうワードをめっちゃ聞くねんか。なんか自分の恋愛経験値すごい低いなってやっぱ思っちゃうねんな。比べてしまってるんかな。自分なんてとか思わへんけど、なんか自分はそのなんかいろんな経験がしたいみたいな感じのタイプだから、恋活しといた方がいいんかなっていう気持ちになんねんな。わかりますか、このね25、6ぐらいになってきてなあ、ほんまに24、5ぐらいからほんまにさ、インスタ見たらマジで誰かがもうこれしてるよな、オペですかって感じだけど、パってこうホーム画面みたいな、誰かがほんまにこうしてる、恋活した方がいいんかなっていう気持ちにはなるから、私はそのこれからもアプリも使いますし、夜の街のその出会いの場に行くっていうこともあるので、 YouTube してるからやっぱそういうところで見つかったら恥ずかしい、まあ、そういう気持ちはあんねんけど、まあ、でも恥ずかしいなって思って、結局じゃあもうずっともうこんな感じ家に引きこもってても、なんかそれは自分的にはどうなのかなって、ね、自分の場合はね思うから全然出ていくんで、特に大阪にいる皆さんは、私がそうやって出会いの場におっても涙出ちゃうんですよねっていうと、YouTube 見てますだけ、そのワードだけちょっとそこは控えてもらって、こうみたいな感じの反応してくれたら嬉しい、あ、見てますみたいな女性視聴者さんがめっちゃ多いから、あんまそのアプリとかなんか出会いの場に行って男性に声をかけられるとか気遣いっていうのは全然ないんですよ。けど女の子からめっちゃ言ってもらわないんだ、それはもうめっちゃ嬉しいし、
ありがとうみたいな感じでいいんだけど、でもその時にチャンネル名がバレたらちょっと恥ずかしいなって思っちゃうから、だから男の子とかとおっても声かけてくれてもいいんですけど、そのマミヤでっていうワードと YouTube 以外のことを除いた言葉で声かけてくれたらめっちゃ嬉しい。なんか知られてるままさ、おるわみたいな感じでなんかされるのもちょっとなんか嫌やんか。そうやったらこうなんかやっぱねみたいな感じで言ってもらえたらすごい嬉しいから、そうそうなんですね。そんな感じですごいたらたらいろいろ話してしまったんですけど、はい、以上、それがですね、彼に会いましたっていう話でした。いろいろ聞いてもらってありがとうございました。ということで今日も動画を見てくれてありがとう。バイバーイ。ありがとう。